ミオキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、ウニトロール。トロールの T でなんでカッコがあるのか気になるんですけど、その T を覗くとウニロール、なんか美味しそうじゃない。そういえばもうすぐ正月だね。もうだいぶ寒くなってきちゃうけどさ、学生さんは今から懐があったかくなるね。さあ最初にドスが見えるね。今の場面は何？待って、ドス襲ってこないで。よし、このまま右上に行こう。開幕ハラじゃあ右上は違うってことかな。あのドッスン、いや、なんで次はパラシュート開いてんの。ドッスンがバネに当たらなかったらパラシュート開くみたいな、そういうシステムがあったんだね。さあここはドアに入っていくのか上に行くのか、どっちなんだろう。ドア行きます。ここうわ違うじゃあここ上っぽくない？上行ったらパックンが隠しブロックでやられる。僕がやられましたじゃあここ左だね。こっち行ったらさっきプラパがやられたの見えたんだよね。さあ次はキノコがあるのか。このキノコを取って、いや行ったらいけない、きっとチビが正解だよ。なんでチビのまんまこのドア入っていきます。これが正解でしょ。あはははは、これいけないからスーパージャンプしますね。スーパージャンプ、もう全部外してない。ツタ行って、あのドア行って、この右も外してるみたいな、全部やんねこの画面外で全部の罠に引っかかってしまいました。まあいつものことですけど。じゃあここで上に行けば大丈夫。そしてここどうしよう、ドッスンが襲ってくるでしょ。そして鍵を取ればいいのか。一旦鍵取って、ドッスンのここをくぐり抜けて下に行こっか。多分これで大丈夫だよ。でここ足は見える。なんでリフトが上に行った時にここで右に渡る、多分それで合ってると思う。さあオンオン押してこのリンク取れると思いますよしよしよし、ただ鍵持ってんだよな。この鍵のは罠だと思うからさ、右のブロック壊していってみようか。多分こっちが正解なんじゃないの。ほら合ってる合ってる、熱いよ今日。さあ土管に入っていきましょう。でここで右で走っていく、そしてここでブロックで壊す。バスで来ないで、熱いのはやめて、懐だけ温めてたださ、すごく気になったのがこの鍵ドアに入ると何があるかなんだよね。なんで一旦リング取って迎撃体制整えてこの鍵ドア入っていきたいと思いますシュッ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 、この土管入ると足場がね、左の方にあったの見えたんだけど、あえてさここで爆弾出してこうやって行ってもいけないのかな。あ、待って、まずいや、ちゃんと正規ルートで行こう。ここに足場があったのは見えて、あの右上の方に P スイッチが来てるんだよね。多分この P スイッチを踏んだら右の土管に入れるっていう感じだと思うんですよ。さあ行きましょう、これで合ってるでしょ。収穫ポイント欲しいな、そろそろ。あ、収穫ポイントある、取らせて。あ、なんで、なんであ、足場あるんだね、この場所に。で、上に行く。あ、一番左が正解だったのか。で、ここで中間ポイントを取って上に行く。どうしよう、左と右また2分の1か。左行ってみる。さっき左が正解だったもんね。なんでこっちが正解だと思うよ。なんでどうなの。いや、ばあちゃん右入れねえ。ことごとく外していくな。来年の運気大丈夫かななんでこっちも入れないのよ全部外してんじゃねえか今日。このドカ怪しくない？絶対なんかドカに入れると思うんだよね。隠しブロック、うわ、やっぱそういう感じか。隠しブロックでドカに入る系は分かんないよ。ここは何もしない。ほら、たまにはじゃあ、あの近くの枠のところにさ、オープンブロックがあったんで、あのオープンブロックだけジャンプしておきよっか。ここよしよしよし。で、上に行くのは合ってる。そして、この剣を取って、土管に入る。いや、違うか。土管は意味ないのか。え、どうしよう。ここはもう右に行けないで、上はブラパか。あの赤い土管の方に行けばよかったのかな。じゃあドアの方行ってみるね。なんかドアの下にブロックがあるのが見える。多分入れると思う。よし、来ました。多分これで大丈夫。さあこれは何、ブラッパ、終わった感じ。魚それじゃあ一番右のハテナからこれを叩いて、いや上から行こうか。うわ、行けないの、ここは。うわ、ダメっぽいね。今絶対トレイヤーあんだろ。どうしたいのよ。
いや、戻ってもらっていいって。だから魚きっとあれだよ、隠しブロックを出さなかったらあのマスターソードがここに戻ってくる。よし、そしてどうしようか。下に行く、指でオンオフをするみたいな、合ってんじゃないの。そして、なるほど、そしてこのリフトが来て上に行け。なんでやったの落ち着こう。ジャンプしなかったらいいって話でしょ。そして左に行ってこのブロックを越す。いや、中間ポイントあれで取れるのかな。頼む、取らしておくれ。うわぁ、くっそここで避難しておこう。マリオ、ここにいたら焦ったよどうしようか。これ一旦右に逃げてみよっか。今日めっちゃ隠しブロック多くない？隠しブロックの罠なんてね、誰がしても引っかかるだろうって思うんですけど。左のブロックを壊してドアに入る、多分それで合ってる。ドアじゃない、土管ね。多分これ、ああどうすりゃよかったのよ。違うの、あの土管も。あ、分かったよ、ブラッパが出てきてもいいからこの土管に入る。あ、それで合ってたんだね。多分これで合ってる。さあ進んでいきますか。ちくわブロックの下には何があるんだろう。罠とかないよね。うわ、なんか罠っぽいけど大丈夫。ジャンプって書いてるで、ね、ジャンプインラバー。ちょっとラバーの意味わかんないんですけど、四角のところから右下にジャンプせってこと。まあ、ジャンプする場所って言ったらここしかないよね。一旦リンク取ってジャンプしてってみる。そして、うわ、どうなんだろう、した方がいいのかな。オンオフして右にジャンプしていこうか。これで合ってる、合ってた、合ってた、やったどこで途切れるんだろう。多分合ってるよ、こっちが正解でしょ。あのドアは、ドアじゃない、土管ね、あの土管は罠っていう感じだと思うんだよね。で、どうしよう、 B 踏んだらダメだよね。ここ左怪しくない絶対違うと思うけど、ここめっちゃ怪しいんだよな。ちょっとこれ壊してってみるね。これどうしよう、こっから左に行かなくちゃ。もうブロック壊せないで、うわ、まだじゃねえかなんもないで、もうこのブロックを壊してあの針で自決しろっていう感じでしょ。なんかあって、この左下になんかあってよ、ここだけが頼りなんだって。頼む、頼む、来い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 。じゃあ次はこの土管入っていこっか。この土管入れないとかそういうパターンないよね。よしやっと取れた。ここは右にジャンプしていいのかな、信用していくしかない。頼む、動かないで、本体動かないでね。モグラー下からくぐって避けるのかな。今度下からくぐって避けてみるね。ここ、あ、多分これで合ってるよ。で、あの土管は入れないと思う、きっとこの下で合ってる。なんそれ。じゃあここ左押しっぱでいいんだろうね。左押しっぱしておくよ。よしよしよし。で、うわ、ドクロコースター発動させてみる。発動させても意味ないのね。じゃあこのままドカン入ってって進んでってみようか。さあどうしよう、このまま右で走っていってさ、中間くれるかな。頼む、中間ちょうだい。よし、こっから下に降りれば中間取れる。やったこれで合ってる。で、ジャンプして左に行けっていう感じだね。もうここまで来るのに結構苦労するな、この方。さあ上から行くか下から行くか。あ、でも鍵持ってるよ。うわ、どうしよう、3つパターンがあるね。一番上から走っていく、多分それで大丈夫。はい、やったー持ってたんじゃないの、ここが正解だったんじゃないの。3分の1見事に成功しました、ありがとうございます。じゃあこのまま右、いや左行こう。これ右は足場がないからね、多分こっちが正解だろ。右右右待って、左これで合ってるでしょ。右もう嫌だ、頼む、変わんないでって。もう何回変えるの、頼む。あ、分かった、ここ一回さ、ちくわブロックをなくしておいて、このまま一旦左に行けばもう一回変わる。なんで変わんないの今度キノコが出てきたよ。あのキノコをタイミングよく取って、で下に行けみたいな。このキノコを取ってみよっか。こっか、よし、多分これでいいじゃん。なんなんだそれはそもそもあそこじゃないのかな、別んとこ行ってみるね。ここ下行ってみよっか。いや、でもここは下行って、いや、これもう終わったよね。あ、なん
か扉が出てきたよ。下にもなんか行けそうだね。コインの道しるべみたいなのがある。こっちが正解なのかな。あっつ、熱いよ。でこのまま右にダッシュしていく。そして都会に入る。これでうわあそこにゴールボールがあるじゃねえか。マジかよ。入れねえしよ。また熱いか。避けますよ。こんなの3回も受けるじゃん。っていうことは上はもう完全に踊らされてたんだね。でここで何もしないで行くと思うでしょう。ちょっと左行ってみる。うわー怖え。このハテナなんだろう。コインか。これ下から行くのが正解だと思うんだよね。上からゴールさせてくれないと思うよ。と見せかけてこっからゴール。はあ。今もうゴールできると思いませんか。ここで左行って下に行けばいいんでしょ。大丈夫、ゴールできるよ。これはできるよ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。このコースですね、制作者さんからぜひやってみてくれと DM が来たんですけど、とある技を使わないとこのコースゴールできないらしいんですよ。でそのとある技っていうのはジャンプの飛距離を伸ばすテクニックらしいんですよ。ビオキングさんってその技知ってますかっていや知らねえしみたいなそんな技今まで聞いたことないしと思って、でご親切にですねこういう風にやるんですよってツイッター内で教えてくれたんですよ。で僕ねそれを実践した時マジでめちゃくちゃすげえなって思ったんですよ。なんでその飛距離を伸ばす技っていうのを僕教えてもらったから、このコースの攻略にそんなに時間がかからないと思うんですよ。ただみんなにその技を知ってほしいと思って今日はこのコースやっていきたいと思います。まずその技を使わないで行ってみるね。っていうかこれどんなコースなのかな。多分マグマが上がってくる感じだと思うんですよ。あ、上がってこないね。いや上がってくるねなるほど、ゆっくり上がってくるのか。っていうことはもう右にダッシュして多分ゴールがあるだけと思うんですけど、そのゴールに届け。いや無理だよね。やっぱり天井に当たるギリギリのところでジャンプしてみるね。ここ、うわやっぱ届かないよね。ジャンプしなきゃいけない場所見極めよっか。なんでこのまま一旦右に走ってやられてみるわ全然わからん。この初代のスキンで最初これでジャンプした方が加速が良かったりしなかったっけ。でここでジャンプ、うわ惜しくはないね。多分その技使わないといけないと思う。はい、それじゃあコースは一旦中断してね、マリオのジャンプの飛距離を伸ばす技っていうのをね分かりやすく見てもらおうかなと思ってこのコースを作ってみました。普通に走ってってジャンプするじゃん。そしたらこんな感じの動きなんだよね。ちょっとこれ覚えててくれるかな。それじゃあ次ジャンプボタンを素早く2回押します。そしたらマリオの飛距離が伸びるんだよね。わかるかな。滞空時間がさっきより長くない。はい、それじゃあもっとわかりやすくするためにね違うものを作ってみたんですけど、このゴールバー遠くて普通のジャンプじゃ絶対に届かないんだよね。ちょっと何回かやってみるけど絶対に届かないんだよね。なんでその飛距離を伸ばす A を2回押したら届くようになるんだよね。これめちゃくちゃすごい発見だなと思って、ということでこのコースやっていきましょう。その技を知ってたら多分いけると思うんだよね。一発でいけないかな。こっかいや多分それでも相当シビアな判定で作ってると思うんだよね。これね上に4マス飛びあるじゃん。この4マス飛びを綺麗にしなきゃあの斧に届かないと思うんだよね。なおかつマグマに当たるタイミングギリギリでジャンプしろってことでしょ。これは難しいね。ここ、あっつ、絶対最初にこうやってジャンプしてった方が初速スピードがいいよね。でこの状態でギリギリでジャンプ、よっしゃ1番取り。はい、それじゃあどうもご視聴ありがとうございました。ちなみにさっきのコース練習用としてですねこのコースを投稿していきたいと思います。っていうかこのコース実は奇術でもっと難しいバージョンがあったりするんですよ。そのコースは僕できなかったんだけど、皆さんその飛距離を伸ばすジャンプっていうのをここで練習してみてください。それじゃあご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてビオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。